キムリケイは、アメリカの男性俳優、監督、プロデューサー、ニューヨーク州出身、スティーブン・スピルバーグのテレビドラマ、シークエストの第3シーズンにて、ローレンス・ディオン役でデビューした。その後、サンフランシスコの空の下、カルナバルなどに出演する。日本では、アメリカの USA ネットワークにて2009年から2014年に、かけ6シリーズにわたり放映された。 ホワイトカラーの FBI 捜査官、ピーター・バーク役が有名である。1963年6月12日、アメリカのニューヨーク州に生まれる。学生時代は主にバスケットボールや野球に興じていたが、その一方で芸術にも興味を示し、高校時代は学生作品としてオリバーを制作したことも、演劇の道を目指す傍らで、 経営哲学を学びにいるモインカレジに入学し、1985年には経営学の学士号を取得して卒業した。その後ビジネスや放送関連の職を模索するも、最終的には演劇の道が転職と思い改める。シラキウス大学で監督に関するいくつかのコースを取得後、ラトガーズ大学に入学して美術学修士号を取得した。また、妻であり、 女優のエリサ・テイラーと出会ったのもこの頃である。1995年、シークエストのシーズン3より TV デビューする。その後 TV、映画、ブロードウェイなどにおいて様々な作品に出演し、2009年にはショートフィルム、ディス・マンデーにおいて監督、プロデューサーを経験する。また同年より、ホワイトカラーでは、純主演を務め。 シーズン3から5においてはいくつかのエピソードにおいて、自ら監督兼プロデューサーを務めた。2010年、母校であるルモイン・カレッジの学位授与式においてに、ゲストスピーカーとして招待され、その際に彼もまた名誉学位、ドクトル・オブ・フマネ・レターズを授与されたほか、南カリフォルニア大学において、非常勤教授として、講義を行うといった活動もしている。アクターズ・スタジオに所属する。 ありがとうございます。